ジェイコブ・トンプソン・ジェイコブ・トンプソンはアメリカ合衆国の政治家。1857年から1861年まで第5代アメリカ合衆国内務長官を務めた。1810年5月15日、トンプソンはノースカロライナ州リーズバーグにおいて誕生した。トンプソンはオレンジ軍のビンガム・アカデミーで学び、1831年にノースカロライナ大学を卒業した。 トンプソンはその後のオスカロライナ大学で教員となったが1832年に辞職した。トンプソンは法律を学び1834年に弁護士として認可を受けた。トンプソンはミシシッピ州ポントトックで弁護士業を開業した。トンプソンは政治の世界に深く関心を示し、 ミシシッピ州から1839年から1851年まで6期12年連続で連邦下院議員を務めた。トンプソンは1845年に連邦上院議員として指名を受けたが受諾を断った。当該議席にはジョセフ・ウィリアムズ・チャルマースが着任した。トンプソンは第29議会においてインディアン委員会の委員長を務めた。 トンプソンは1850年の選挙で敗北すると、弁護士業を再開した。1857年、ジェームズ・ブキャナンが大統領に選出されると、ブキャナンはトンプソンを内務長官に指名した。トンプソンは、ブキャナン政権末期において、奴隷制度や南部の連邦離脱をめぐる問題について、他の閣僚らと互いに議論を行った。 トンプソンは南部を支持し、1861年1月に内務長官を辞職した。内務長官退任後、トンプソンはアメリカ連合国に合流し、連合国陸軍で監察官を務めた。その後トンプソンはアメリカ連合国において、1864年から1865年まで密使としてカナダに派遣された。トンプソンはミシシッピ州オックスフォードに、 ホームプレイスと呼ばれる農園邸宅を所有していたが、1864年に北部の軍隊により消失させられた。南北戦争後、トンプソンはテネシー州メンフィスに定住した。トンプソンは広大な辞書を管理した。1885年3月24日、トンプソンはメンフィスの自宅で死去した。トンプソンの遺体はメンフィスのエルムウッド墓地に埋葬された。 ジェイコブ・トンプソンの父親はニコラス・トンプソン。母親はルクレシア・バンフックであった。トンプソンは1838年12月18日にミシシッピ州でキャサリン・アン・ジョーンズと結婚した。二人の間には以下の子供が生まれた。キャズウェル・メイコン・トンプソン。ありがとうございます。